スモーマン、続きからプレイしていきましょう。完全になんか強盗みたいな感じで入っていったところからでしたね。ダッシュダッシュ、スモーダッシュ。おお、あれ、これ登っていいのかな、ってか登れんのかな。上になんかあるな。あれ使うのかな。おお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 。走って行ってみるか。おお、いけた。お、セーブし、入った。上か。ああ、合ってた合ってた。よし、上行くぞ。おおすごいな、もう曲芸だもんな、ここまで来ると。ん、なんでー。とりあえず真ん中らへん、いやさすがにこれが邪魔なだけだよ多分ね。拾い食いするの本当にやめてほしいな。よしよし、あれさあダッシュジャンプしよう。ダッシュしてジャン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 。途中で止まれ、途中で止まれ、途中で止まれ、途中で止まるか行ききるかどっちかにしろ。お、いいね。一気に行くのが基地だったんだね。よし、駆け抜けろ。あ、駆け抜けすぎた。これ、どうすればいいんだ？どこに行けばいいんだ？ここでいいのか、そもそも。どこに行ったところでって感じか。おお、行った。ん、とりあえず中間取っといて話聞いてみる。話っていうか、それ聞いたな。そう、なんかちょくちょくディスリー入れてくるな。何なんだろうな、この子。あ？こっちは何もできないから。ダメですね。よし。よし。押し出して。上に行こう。上には何があるんだろうか。何もないのでは。という、え、え、あー、なるほどなるほど。だけどちょっと待って、ちょっと待ってください、待ってください。とりあえずこっからジャンプで、うん、ちょ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 、下だけ飛ばせ。いいね、よし。あら、うんと、よし、いいね、いいけど、これを向こうに、ちょっと待って、これはあれだな、こうだな。
よし、いいね。一つで足りるかな。あ、なるほど。全部か。はい、わかりました。全部やりますよ。その全部なら全部ってね、書いといてほしいね。よし。吹き飛べ。吹き飛べって。よし。飛べ。違う。違う違う。こう。ちょっと待って。掴んで、掴んで、掴んで。オッケー。いいよ。いいよ、スモーマン。スモーマンって言っていいのかな？主人公の名前つけたいな。今更ってところだけど。おお、よし、いいね。最後のは上を滑らすようにしていかないと、なんかミスしそうな気がするな。吹き飛べ。よし、いいね。あ、この辺でこう。やばい、やばい、戻って。あ、やばい、これダメだ。これまでの経験がそう物語っている。てか普通に押していけばいいんじゃないの。やばい、やばい。こういう感じ。いいね、いいね。いいよ、いいよ。おお、いいね。あら、やべ、やっちゃった。戻れ、戻れ。オッケー、いいよ、いいよ、いいよ。え？ちょ、足りない？足りない？マジかよ。よし、2つ目、2つ目を向こうに飛ばす。ダメか。もうちょっと手前から。よし、いいね。2ついけたね。とりあえず普通に降りたらいいか。普通とは。お、いいね。よし、せっかく乗せたものを下ろさないといけない。こんなに悲しいことはない。ん？で、これも。よし。よし、いいね。時間戻す作業あんまり関係なくなってきてんな。いや、まあこういう時ありがたいけど、ありがたいっていうか、なかったらやってないけど。だってこいつがさ、ここをしゃがんで通ればいいだけの話だからね、言っとくけど。またおしゃれの BGM か。ん？ここは？
ここでいいのかな。おお、いいのかな。なんか木箱とか上にあったけど、そういうのは全部無視でいいのかな。よし、よし、いいのかな。え、なんでかっていうとね、多分これ1個だと上に勝手に上がってると思うんだよね。ほら、だからこれ乗せとく。で、下に固定っていう寸法よ。で、こっちも、こっちに来て走り方可愛いんだもんな、なんか女の子的な。お寺の力も坊さんたちを呪いからは守れなかったってか。そういうもんなの？お寺がやったんじゃないのこれ。俺もなんかそういう人間不信に陥っても仕方ないことだと思うんですけどね。とりあえずこうして、こうしといて、違う違う違う、これこれこれは必要。よしよし、いいぞ。これ何に使うんだろうな、多分使うんだろうみたいなそれぐらいの勢いで持って帰れない、持って帰れないぞ。あれ？じゃあ何なんだこれ。え、本当に何なのこれ。そうだよな、これ捨てる場所ないもんな。この上になんかあるんだけどね。立ってくれる？どういうことだ。やっとなんとなく分かった気がする。ちょっと今からやるね。これをまず持ってきます。後で上に行かないといけ、やばい、ミスった。はい、まずこれね、これをここに置いときます。上から落ちてくるやつを受けるためにここに置いときます。それが正解かどうかはちょっとあれなんだけど、でこれをもう一つね、さっきのやつを受けるようにもう一つ向こうに持ってきます。できるかどうかはわからない状態で言ってるから、あまりあれね。お、やっとできるのかみたいな感じでは見ないでほしいんだけど、とりあえずこっちにこう持ってくる。で、持ってきたところでこうすっと、これが階段状になる。すると面白いな。これが簡単に落とせるようになる。ずっと下でガシンガシンやってたんだけどダメで、あ、そうか、こうやればいいんだって思ったんだけど。で、これは必要ないけど乗せると邪魔にしかならないから、こっち
こっちね、こっちに敷き詰める。これを、これね、これを引っ張ってくる。こうして、これで最後間違ってたら笑うな。こうね、違う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 、ちょっと待って、降りないけど、でこうね、さっきのちょんまげアタックね。でこれもこうやって持ってくる。急に謎解きの難易度上がってない？今までも難しかったといえば難しかったけど、でこれで3つ敷き詰めたね。でやっとさっきのこの木箱2つを持ってくるんだ。これ壊れやすいのにさ、あの箱と同じ重さなんだね。でこうやって置く。すると下に行くし、しかも上に行かない。でこっちの、いた、こっちの、ちょっとこっち行ってて、で引っ張る。もうちょっと引っ張れるかな。待って待って待って、こうをこうをで、これを引っ張ってくる。この辺でいいかな、真ん中ぐらいで。これであそこの位置がミスでしたみたいな感じになったら最悪なんだけど、とりあえずこれを乗り越える。でこう行く。するとあれ、ここ行けないよねって感じだけど、これ壊せるから行けるんだよ。ほら、ちょっと怖かったね今ね。今あれ間違ってたみたいな空気がね、俺の中に流れたね。多分見てる人もちょっとね、あれいけないやんみたいな、いけへんやないかーいってなったかもしれん、しれん、しれん。あれあれ、どうしようあれどうしようか。どうしようどうしよう。どうしようどうしよう。あ、これでいけるか。無理か。これでちょっとどかすか。あ、いけんじゃん。でこう行く。で降りる、ジャンプ、よし、いけるいけるいけるぞ。やったやっといけた。めっちゃかかったなここ。え、こうか、どすこい。こっちか。拾い食いはやめなさい。住んでいったのかな。なんでそんなことしたんだろう。よ
け人なら夢見石を寺から盗むのを忍者に頼むってのもしねえはずだ。もしかすると夢見石が眠りの呪いの原因なのかな。大僧正様に知らせねえと。知らせに行ってたんじゃないのか大僧正様に。お、幕下になった。どうしようどうしよう。いや、実際やったのは32分だけど、どうしようかな。カットはするけど、切りますか。ちょっと短いかもしれないんですけど、今回は切ります。それではご視聴いただきありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。